三井不動産商業マネジメントララポートララポート、沼津ララポート沼津は、静岡県沼津市にある、三井不動産商業マネジメントが経営する、ショッピングセンターである。2019年10月4日にオープン。本施設は、2017年3月31日の、都市計画変更により、市街各域編入された土地の中核に立地し、 沼津市における町づくりの新たな拠点としての役割を担うとしている。同年11月9日に開発に着手、翌2018年6月1日に着工した。ちなみに、建設前のこの場所は、農地や駐車場、重機置き場などであった。全国の人気店や地元の名店など、静岡県東部で初出店118店を含む全214店が出店している。 年間売上目標は320億円。また、施設計画に合わせて、周辺道路の拡幅整備や投資基地内に3箇所、合計約5000平方メートルの緑地広場と、路線バスが発着する交通広場などの整備を行う。横幅10メートルを超える大型水槽を設置し、沼津が面する駿河湾に生息する、深海魚を眺めながら飲食ができる。 静岡県沼津市が舞台のアニメラブライブサンシャインとコラボレーション。このコラボレーションのために新規で描き下ろしたアクアキャラクターはララポート総合案内所の制服風衣装を身にまとい様々な試作に展開。ララポート沼津開業と共にオープンした10スクリーン1808席運営する佐々木工業は二千六年四月からビビー沼津内で シネマサンシャイン沼津を運営しているが、それに伴う統合は行われず、そのまま存続している。国道1号沼津バイパス沿いに立地している。ありがとうございます。